世界の鉄道一覧フランスの鉄道フランスの鉄道輸送はフランス国鉄がほぼ独占して運行し、鉄道施設はフランス鉄道線路事業公社が管理している。SNCF はヨーロッパにおいて旅客輸送で第2位、貨物輸送で第5位の規模を有している。フランス国鉄路線図赤 LGV オレンジマイナス交流 25KV、5 0ルツ電画緑から、 直流線500ボルト電化機、その他の電化方式灰色非電化太線、複線細線単線フランスの鉄道網は、首都のパリ中心の構造で、地方都市同士を横断する路線は少ない。パリには主要ターミナル駅が6つ存在し、それぞれの駅から、以下の通り、各地方や放射状の路線が伸びている。これに加えて、パリを経由しない主な横断状の路線は、以下の通りである。 LGV は高速列車用に特別に設計された新線である。TGV は先に完成した日本の新幹線と比べると新線と在来線の双方を走行できる点が特色である。高速運転を可能にするため大きい曲線半径、立体交差、車内信号などが採用されている。また高出力車両を前提とした急行バイク間も存在する。 1981年に LGV 南東線が最初に開通し、その後 LGV 地中海線、LGV ローヌアルプ線へと延長した。1989年に LGV 大西洋線が開通し、1993年に LGV 北線が開通。1994年にこれらの放射路線を横断的に結ぶ LGV 東連絡線が、 開通した。2007年に最新の LGV 東ヨーロッパ線が加わった。このほか LGV ラインロール線、LGV 南ヨーロッパ大西洋線などが建設中、計画中である。現在、主流となっているのは直流電化 1500V と交流電化2 5 0 0 0トである。直流電化は1920年代より導入され、南西部、 南東部のほとんどの路線で用いられている。交流電化は1950年代より試験がなされ、その後、北部のほとんどの路線及びすべての LGV 新線で用いられている。このほか、第3機上方式による直流750から 850V がメトロや路面電車の一部で用いられている。 1980年代、ヨーロッパ国際特急列車 T が航空との競争に敗れて廃止されたが、その後、ユーロスター、タリス、ディリアなどの TGV 方式による国際列車の導入により、鉄道は一定のシェアを確保している。またスペイン、イタリア、ドイツ方面への夜行列車も運行されている。列車区分は以下の通りで、詳細は各項目を参照。 車両種別は、かつては3等級に分かれていたが、1956年に3等車は廃止され、現在は1等車と2等車がある。2005年、鉄道貨物は6580万トン、235億トンキロを輸送した。その大半は、SNCF により、近年、参入が認可された、新規事業者によるシェアは2008年でも10%前後に過ぎない。 フランスの貨物輸送におけるシェアは、鉄道が11.4%、河川が2.3%、道路が86.3%となっている。地下鉄と路面電車が主要都市で運行されている。都市近郊鉄道の多くは、SNCF により運営されている。参考、FR、リステデトランウェイズで、フランス歴史的には、フランスで最初の都市鉄道であり、 多くの都市では19世紀後半から20世紀初頭までに路面電車網が発達したが、その後、1930年代、自動車の普及によりほとんどが廃止された。パリでは1936年に全廃され、1950年代末には、リール、マルセイユ、サンテティエンヌでわずかにそれぞれ一路線ずつが残ったのみであった。都市の混雑と石油危機により、 1970年代に路面電車を見直す動きが生じ、1975年政府に選定された8都市で新型の路面電車が導入されることになった。ただし新規開業の一番手となったのはこの際に選定されなかったなんとである。その後、1987年開業のグルノーブルでは低床電車が採用され、1994年開業の ストラスブールでは、旧市街地での大胆な自動車規制などトラムを中心とした街づくりが行われた。2009年現在は19都市圏で路面電車が運行されており、なんとの路線網が43.5キロで最長である。また他の都市でも建設、または計画中である。また、南ーなどのゴムタイヤトラム、ボルドーの地表終電方式。 ニースのバッテリー走行などの新技術も導入されている。フランスではパリが1900年の開業以来長らく唯一の地下鉄網を有していたが、1974年にリヨン、1977年にマルセイユでも開業した。ゴムタイヤ式地下鉄が特徴であり、パリの5路線、リヨンの3路線、マルセイユの全線がゴムタイヤ式になっている。さらに、 全自動運転によるゴムタイヤ式の小型なメトロが1983年に世界で初めてリールで開業し、その後トゥールーズ、レンヌ、パリのシャルルド・ゴール空港、オルリー空港でも導入された。バルは日本の新交通システムに類似したシステムであるが、当初よりミニ地下鉄に適した規格として設計されているのが特徴である。また、パリのメトロ十四号線。 ィオン地下鉄の D 線も全自動運転である。このほか、パリでは、近郊鉄道が地下線で中心部に乗り入れるラーが存在する。ラーは、国鉄の近郊電車の規格で作られており、一部路線には2階建ての電車も走っている。新交通システムでは、ピカル D 地方のラン市に、全長 1.5km ほどのケーブル駆動式のシステムが存在する。フランスでは、 現在、リオン、サンティティエンヌ、リモージュにトロリーバスがある。フランスでは、トロリーバスは基本的にバス扱いされる場合が多いのであるが、リオンのトロリーバスの一部路線は、系統番号を区分している。非接触式のガイドウェイバスの導入も進んでおり、現在、ドゥエで工事が進んでいる。フランスでは、非接触式のガイドウェイバスは、LRT の一種であるという扱いを受けている。 ルーアンやパリ郊外には専用レーンを持つ BRT システムが存在する。なお、フランスでは BRT は補助金制度などの面で LRT と同じ扱いを受けるのが特徴である。パリ都市圏の鉄道はパリ交通公団が SNCF とともに運行している。その他の多くの都市圏では地方自治体との契約した企業が運営している。主な運営企業は 以下の通り。またマルセイユでは、RTM、トゥールーズでは、ティセオといった校舎が運営を担当している。地方鉄道は、幹線網から離れて存在し、地方公共団体に認められた免許に基づいて運営されていることが多い。今日ではその役割は限定的で、旅客輸送が大部分である。1950年代、1960年代に、 大半が廃止され、現在、残っている路線の多くは、観光鉄道の範疇に属する。主なものとしては、シエフタの運営による、プロバンス鉄道と、SNCF との提携により運営される、コルシカ鉄道がある。なお、両地方鉄道とも、狂気である。国境の町、安大へには、スペインの私鉄バスク鉄道が乗り入れている。参考、FR、 リステデシュマンデファー・トレスティックで、フランス実用上ではなく、観光目的の路線であり、民間企業、または鉄道ファンなどによるボランティア組織によって運営されている。定期運行が廃止された路線や、廃車された蒸気機関車などを活用し、週末や観光シーズンのみに運転される場合が多い。フランスの鉄道車両メーカーとして、アルストム、ボンバルディアは、 世界的に高いシェアを有している。ありがとうございます。